喉が。よーし。びっくりした。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うん、今日もいい天気だ。いい天気だね。結局二人で風の岬に行くんでしょ。あ、そっかそっか。お、僕がおう、うん、行く。とにかくあそこは遠いから、あんまり寄り道しないこと、いいかな。夕方までにつけなくて半べそかいても、お父さん知らないからね。うん、わかった。じゃあ、ちゃんと調べについてきてね。とりあえず、調べは新しくできた橋のとこまで行ってるから。ということは？照れちゃって、ぼっくん。おばちゃん嬉しいだろうな、なんか。よし。はい、どうも皆さんお元気でしょうか。ベニーです。では今回ね、プレイステーション版僕の夏休み、8月のね、14日目、やっていきたいと思います。で、前回、あれだね、調べちゃんに、まあ、デートの誘いを。そして今日、デートをやるということで、なんだっけ、新しい橋か。新しい橋までね、まず行きましょう。その前に、一応朝顔だけはやりましょうか。朝顔はね。あ、話聞きたい。大丈夫かな、聞いて。明日はもうお墓参りか。僕の夏休み半分まで行っちゃったね。ねえ、明日って何の戦争が終わった日なの？うん、明日の終戦記念日っていうのはね、おばちゃんがちょうど今の僕くんぐらいの時に太平洋戦争が終わった日なんだ。おばちゃんは北海道の小樽って港町で育ったんだけど、ある日の朝、家の近くの丘に登ったら、いきなり港に大きなアメリカの軍艦がたくさん浮かんでいてね、とってもびっくりして、おばちゃん急いで家の中に隠れちゃった。アメリカ人に会うのが怖かったの？うん、だってアメリカの兵隊さんに捕まったら塩かけて頭からガリガリと食べられちゃうって教わっていたんだもん。でもね、上陸してきたアメリカの兵隊さんがうちの前の路地で小さな野良猫を抱き上げて、ミャオミャオって言ってるのを窓の隙間からこっそりと見てたら、なんだ同じ人間じゃないかっておばちゃんそう思ったんだ。おばあちゃん、戦争を体験してるんだね。太平洋戦争、ね、僕たちなんかね、ほんと話で聞いて、まあ変な話、なんだろう、まあ夢みたいな、夢じゃないけどさ、実際にね、あったとはほんと考えられないよね、戦争っていうのはね。だから僕たちの戦争の方々がね、頑張って、まあ、国は関係なくね、日本の人も、そのアメリカの人とかね、いろんな国の方々が頑張って、戦って、戦争は終わったんだと思います。いやー、本当は自分たちがね、生きてる時にね、日本が戦争しなくてよかったと思いますよ。まあ、周りの人にちょっと聞いたら、それはいいのか悪いのか、って言われるとちょっと違う意見の人もいるかもしれないけどね。でも僕はね、やっぱそう思いますね。これ右かな。いやー、おばちゃん、そっか。うちのね、おじいちゃんもね、すごいちっちゃい、本当にちっちゃい頃にね、一応戦争をちょっと
あったらしいんですね。でも本当記憶にないぐらいで、で僕の周りで戦争の話っていうか戦争のことを本当に知ってる人はもういないんですよね。なんで話も聞けなくて、まあいろいろね本読んだりはしてるんですけど、僕も本読んで、そう、まあそういうことをね調べたりとかしてですけど、やっぱ壮絶ですよ。ここで話すことじゃないですけどね。もし興味あったら本ねいろいろあるんで、ぜひ開いて読んでみては、まあいかがっていうわけじゃないけど、あこういうこと本当にあったんだなっていう風にね。それもそういう本っていうのは実際に、あれちょっと待って、あれ取りたい、実際にその戦争で戦争を体験した人たちに話を聞いてるんですよ、記者の人というか。それをなんかまとめたような、そういうな小説風になってるんですけど、あ、つばみしじみか、そういうのがあるんで僕夏で進めることじゃないけど、でもなんかいいね、僕夏ってそういうことすらもうさらけ出すんだね。すごい、さらけ出すっていうか話に出すっていうのは、まあやりましょう。走ったね、おいた、しゃべちゃん、ご苦労。ねえ、この辺って山の中って感じでちょっと怖いでしょ。え、なんで？全然平気だよ。そうなの？もうせっかく、あ、一緒に歩きたいと思ったんだ、かわいい。じゃあまた先に行ってるよ。次はひまわり畑でね。はい、ひまわり畑どっちだったかな、ちょっと忘れちゃったな。まあ地図見て行きましょうか。あ、ここね、あれ、狼いたよね、狼みたいな。わおーって言って消えちゃったやつがいたところですね。で、これどっちだ？これは関係なくまっすぐか。あ、持ち物じゃない。まっすぐね。お、もうここなんだ。この辺から海の近くまでずっとずっとビロンチョひまわり畑なんだ。ビロンチョ、ビロンチョ、すごいでしょ。何ビロンチョ。うちのお兄ちゃん、クラブが幼稚園の時に死んじゃったんだけど、ひまわり大好きだったんだよ。え、どうして？金型の吹雪でひまわり T シャツ当たったの。でも、でっかいオルゴールも当たったことあるんだよ。なんだ、じゃあ当たったから好きになったんだ。悪い？なんか文句ある？ありません。でも何？でも僕もひまわり大好きだよ。え、そうなんだ。へへ、やっぱりそうなんだ、そうなんだ。悪い？文句あるの？ありません。じゃあ次は砂浜に集合。あ、途中道が分かれちゃってるけど、右にまっすぐ大国木さん方面で砂浜だからね。じゃあね、ぽよよん。なんかこういうところもやっぱ子供なんだなっていうふうに思うね。今のお兄ちゃんが死んじゃったんだっていう話も、俺たちだったら結構深刻なあれだけどさ、なんかね、いるかな。まあ子供もそれは深刻なんだろうけど、なんかやっぱ大人と違う方面の深刻さっていうか、なんかいるかな。ほんと考えさせられるんですよね、僕夏は。あ、何もいないか、里道のいるか。なんか大人に向けてのメッセージも入っているですよね、僕からしたらっていうか。それが本当に素晴らしいなっていうふうに思っていて、ちょっと虫を取りながら行きましょうか。ここになんか超レアそうなやつがいる。ああ、筋あり。これまっすぐ行ったらって言ってたけど、まっすぐなんて行けるの？
え？そうなんだ。あれ、まっすぐ行けたんだね。知らなかった。抜けれるんだ。おー、砂浜、すごい。イエーイ。ああ、海なんて本当に久しぶりだな。ねえ、あんたって泳げるの？ちび娘は？ラビが先に聞いたのよ。ちゃんと答えなさいよ。お前こそ先に言う。あんたこそ。かわいいな、二人とも。もしかして、二人とも泳げないの？泳げないんだ。さあ、もう少しで風の岬だわ。あ、張り切って、そうなんだ。頑張ってレッツゴーよ。まだまだ行くんだね。じゃあ張り切ってレッツゴーしよう。ここは何なの？トタンの屋根に大きな穴、古くてオンボロの海の家。海の家なんだ。お前は使ってたのかな。遊泳できる。うわーすごい、なんだここ。すごいぞー、これはすごい本当に。ほうほう、到着到着。アントは2等で、スラベが1等賞。ふぅ、こんなに遠いところだったんだ。うん、遠かったね。昔、よくみんなでここにピクニックに来たの。そうなんだ。うわぁ、いいね。お日様カンカン、気持ちよくてなんだか眠くなってきちゃったな。あ、僕も。あ、そうだったね。雲のなんか名前を言ってて、そうだったね。そんな感じだったね。あ、暗くなっちゃった。綺麗。なんだあの雲。え、何？撮ったの？うわ、消えた。あれ？ん？どうした？なんでもない。お母さん？はぁ、居眠りしちゃった。笑ってる。あ、見て見て、綺麗だね。太陽が海に入ってく。じゃあいただきます。お、いただきます。ん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はこれでおしまいなんだ。もう、あ、そうなんだね。まあ遠かったし居眠りしちゃったもんね。うんうん、いい一日だったな。だけど、じゃあお風呂入りましょう。いっぱい歩いたし。よいしょ。はい、そっか、もうあと半分で僕夏も終わりか。早いな、夏が終わるよ。もう夏休みが終わる。ほんと夏ってやっぱいいもんだよね。
さすがにこの年になるとね、仕事なんでそんないい思い出もあまりないですけど、まあないことはないんだけどね、数は少ないですけど。じゃあ牛乳飲みましょう。やっぱしね、小学生、中学生、高校生の頃の夏休みっていうのは思い出を作るための、もう青春のためのね、休みだと思ってます。宿題も大事だけどね、やっぱ宿題よりね、大事なものがあるんですよ、夏休みは。宿題ばっか真面目にやってね、遊び行かなかったとか。今日の晩ご飯はハンバーグと野菜の煮物、そして川エビの唐揚げ、 おばちゃん風でした。なんか前もそんな感じだったけど、似たような感じだね。そうそう、夏休みは宿題も大事だけど、あー、まあ、こっちも蒸してるんだよ今俺の部屋。そろそろ扇風機ぐらい出してこようかな。いやでもすごいよね、15日でやっと扇風機出るってさ、ほんとすごい。あ、そうそう、それでその、あー、しゃべちゃんに話を聞きましょうか。先ねえ、最新型の雲、何か見つけた？見つけられなかった。だってさ、調べ、乱れ垂らして寝てたんだもん。ああ、せっかく行ったのに。でも思い出としてはね、いいよね。家庭が大事なんですよ。今日もバラエティ。家庭が大事なんですよね。まあ、結果が大事っていう人もいるけど、家庭も大事なんですよね。家庭こそが大事な時もある。さっき何の話したんだっけ、忘れちゃったよ。そう、夏休みは宿題も大事だけど、自分のやりたいことをやって思い出を作って、友達に誘われたら断らずに全力で行って、そしたら何か違うことがあるかもしれないしね。自分の殻を破るのもいいし、髪の毛を金髪にするのもいいし、何か変わるっていうのはいいと思います。どうだった？うん、夕日が海にギュッて入っていったんだ。それは面白そうだね。ジューってね。でも僕、岬でお母さんのことを思い出しちゃった。あ、やっぱそうなんだ。あの雲お母さんだったんだ。ホームシックになったんじゃない僕、もしかしたら。もうそろそろ帰りたくなっちゃうのか。はい、では今日はこれでおしまいですね。あ、一応見ときましょうか。遠くに麓の鷺の里村が見えた。うんうん、静かだね。あれ、あ、やっちゃった。遠くに、したら、虫さんは何も取ってないもんね、新しいのは。うん、虫さんもコンプリートできないかもしれないな、残念。できるだけ取りたいけど。あ、そう、カブトムシゲットしたんだ。戻りましょう。はい、では今日は絵日記書いて寝ましょうか。で、昨日は何だったんだっけ。あ、そう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 ね、狼みたいなやつ。じゃ今日は何でしょう。はい、来ました。8月14日、空を見て最新型の雲の名前を考えた。お腹が減ったり、お母さんに会いたくなったりした。お母さんか。てか、だって僕寝てたんじゃないの？これ本当？僕寝てたよね。まあ、お母さんの雲は見えてたけど。サンマにエビフライにソフトクリーム。これ全部僕の大好物だね。はい、では、8月14日、おしまいでございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では、おやすみなさい。